はいどうも、やってきました。ズズチャンネル。はい、早言え。いや、すいません、間違ったんですね、僕は。すいません、はい、はい、ということで、はい、今日はですね、はい、俺 TikTok、まあ一応やってるっちゃやってんねんけど、はい、まあ、TikTok で、はい、レゲエタグ、あー、はいはいはい、みたいなあるやん、はい、タグとかあるやん、はい、それで見て、はい、まあ、最近 TikTok 上ではどんなレゲエが流行ってんのかと。なるほど、はいはいはい、ジャマイカの流行り、うん、大阪レゲエの流行りとかさ、まあ、それはいっぱいあるでしょ、はいはいはい、じゃなくて TikTok 上でね、はい、どういうレゲエが注目されてるかを、はい、お前も知らんやろ。全然知らないです。 それをちょっとこう見て、はい、勉強会ですよ。俺らがもっとレゲエを詳しくなるために教えてもらいましょう、 TikTok 先生に、はいはい、ということで、早速 TikTok 開いて、はい、することは確かにないです。あのね、誰かが言うてました、自分のやりたいことしかやってない人間は暇やって。名言やな、これは。名言ですね。偉いな、これは。何を見てるんですか。こういうの見ちゃうねんな。はいはい、見ちゃいますね。こんなんいらんですよ。、はい、ここの、こういうので、まあ、レゲエっていうね、はい、タグあるんで、はい、まあ、これをレゲエ、はあはあ、この注目で動画見ていきましょうよ、はい、あ、なるほど、はいはい、でもう早速ですね、はい、もうこれ今注目動画でいますよ、はい、はい、お願いします。じゃあ行ったくなっちゃー。もう来てないやつなんか掘ってからね、俺のこと見に来た兄弟どこや。ポーチャス、ポーチャス、ポーチャス、ポーチャス。すごいな、歌いや兄弟。レスパイダー、レスパイダー、ヤミー。歌やちゃんと、そうです、間違え。左どない。すごいですね、これ何分あるんですか。どんだけ上げてるのこれ。上はどない。あ、来るでこれ。え、ギャロリーが寝落ちだけで飛べ。これだ。うん、じゃあ一曲だっけ。あ、なるほど、はい、いや、すごいですね、レゲエで。いきなりレッドスパイダー、はい、注目で来ましたわ。いや、すごいですね。今の高校生は知らない。はい。はい、確かに。高校生でレッドスパイダー聴いてるやつとか、ちょっと変人やもんな。はい、いや、そんなことないでしょ。大体みんなチルイラッパー聴いてんねん。いや、そらそうです。大体チルイラッパー聴いてんの、はい。で、まあ、俺はチルイラガやけどな。ぽい。もうええねん。はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい。この隣にあるやつ、はい、レゲエルールで延長戦。てか、ことぶきくん、インエグイです。これ、この前、マジで。あ、あれですね。まさにやったやつですわ。はい。あの、動画で。俺が見てたレゲエのプレイリストちゃう戦い。あんたはいたぜよ。ミッションホームこのビートよ。これは早急に表現するイントよ。もイントフローをはめる振動ロープ。だから、バトルに注いだ真の図を。ピースとラブじゃ、ミスと油。今夜は殺しのインストラクター。よ、お前の即興なんか全然かなってない。てか、それ、即興じゃねえのはお前らの土台だろう。俺はメジャーもやめて今ここでラベンダーをメジャーがどうだバカやろ。スロー、女の子のケツ見てるより今日もバトルに出向いてる。別に出る必要はない決意です。てかことぶき君エグいです。エブリでクールなやつは生き様がテクに出る。はい、あちらが出口です。ルードですね、この戦いも。ことぶきくん、はい、かっこいいですね。いいね、はい。でもこの戦い、はい、あのルードアルファってこう、はい、もう結構レゲエ好きやねんなと思ったわ、はい、ああ、そうですね、うん、あの
なんていうんですか、なんやねん言葉が出てこない何やねん、まあ言うたらサンプリングや全然出てこない、サンプリングしたりねしてるんで、はい、で次はやっぱ油は売るもんじゃねえ、これはあれちゃう、ジューンの、はい、ルーボイフェイスとイエローバックスのやつちゃいます、はい、そうですね、アジャファイアバーリーのそうです、アジャファイアバーリーのそうです、アジャファイアバーリーのアジャファイアバーリーのアジャファイアバーリーのアドファイアボーニーのもうちょいだまだまだ言いたいな、早く早く言いたいな、早く言いたい、言わせてくれ、言いたい言いたい言いたいねん、早くアタファイア言いたいねん、言いたい言いたい言いたいねん、アタファイア早くアドファイア終わったちょっと待ってイエローバックス3パートしかないですね、超、はいはい、これアップしたやつちょっとルーボイのとこ入れろよ、はい、かっこいいですよね、あそこがそこ入れろよ、はい、ルーボイのとこ、はい、なんなで次はまあこれベル、はい、バーサスはチェホンとの戦いのやつなんで、はい、ちょっとちゃうの生かしてもらいますね、はい、ちょっと勉強できてますこれ、えこれ勉強できてます、全部知ってません今のところ今のところ全部知ってるよそら勉強しましょうよ、勉強して、あ、はい、これいいんじゃん、はい、この一般の人が撮ったなるほどなるほど、はいはい、緑の方がかっこよかった、入り方かっこよかった、あ緑の入り方かっこよかった、 TS みたいなこと言うてますけど、っていうのはね、まあ冗談で、僕はめちゃくちゃ一途な男なんです、実はずーっと一途に一人の女だけを愛してきました、していいですか、いや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 こいつにやられちまった、ドン決まった、なるほど、まあ、緑ね、根強い人気のビッグチュー、隣の動画も緑って書いてもね、はい、これは7個か、あ7個見てみる、7個見ましょう、オルカで、書いた、他の生き方見当たらない、わあそんなファルセット使ってますこいつ、え一生一緒にいてくれや、いてくれた、見てくれよ、見てくれや、見てらっしゃい、こんどんこんどん、はいはいはい、まあまあまあ、はい、まあ7個ね、これはもうレギュラーなメンツでしょ、はい、知らん、あこんなん流行ってんねやーが、うん、そうやな、ね、大体なんかこう見たことあるというか、はい、七子寿くんとか、はい、チェホンが多いんかな、はい、これ見てみようや、なんかいけないいけない太陽、レゲエっぽく歌ってみたやって、いけない太陽誰なん、ちょ見てみる、はい、全然知らねえけど、はい、いけない太陽え昔ドラマの主題歌になってた、うん、オレンジレンジですかね、あーを、まあ、言うたらレゲエっぽく裏打ちで歌ってみたよってことやんな、多分、そうなんやですよねですよねですよね、まあまあまあ、まあ、そうなりますよ、そうなんだね、はい、あこれアポロおるやん、絶対に乗って
はいけない J レゲエ、はい、ボリューム1やって、はい、DJ の人がやってんねんな、はい、見るこれ見ましょう。リーバーリーバーイエイエイエイおおいや今日でいきなり乗ってもうた。そうびっくりしちゃうんですもん。びっくりしちゃう。いきなり乗ってもうた。いきなりアウトですやん。乗ってはいけない。まあしょうがないですわ。あの曲かかったら。ちなみに俺作ったやつや。そうですね。まあ邪険やな。ああ。この人とか一般の人じゃん。レゲエっぽくて。レゲエっぽくて好きっていうのを、はい、聞いてみる。はい。ちょっとちゃうレゲエっぽくて好きっていうか、まあショーン・ポールのなんか、まあ、誰かがリミックスしたのでゲッビズィですね。レゲエっぽくて好き、うん、で今の聞いてこれダンスホールやんみたいな感じはせえへんねんな。あーレゲエっぽい、うん、これがだから一般の人の声ってことでしょ、ね、こういうのを勉強しないとダメなんですよです、ね、私たちは。そうですね、流行りに敏感になっていきましょう。別に流行りっていうかさ、はい、そのああいうの聞いて、はい、普通にショーン・ポールとかダンスホールっぽいっていう感じやん、はい、俺らの感覚で言うと、はいはい、でも多分この一般の人からしたら、はい、レゲエっぽくてっていうか、だからあれをレゲエっていう認識はまずないかもしれない。なるほどなるほど、のかなみたいな。そういうことですね。見上がる、そこのズレをあの TikTok を通じて俺らもすり寄せていこうってことですね。はい、ということで、ちょっとこれ気になるな、はい、ジャパレゲといえばあっていうタイトルで、はい、あこれタクちゃん、あタクちゃん、エンデラーな。ジャパニーズレゲエを語る上では絶対外せないピッチューン。はい、タクとジャッキーならいつも同じように、エンペラーの動画が切り取りされてるみたいな感じ、ね、はい、また来たで、はい、うわジュニア君や、日本武道館や、やっぱりさ、はい、ジュニア君は最高やんね。リーバーリーバーいやいやいや、さっきも見ましたよねこれね、はい、次いきますよ、はい、俺はもうええねん。そうっすね。アポロおるやん。あ生アポロ最高やな。はい、あこれアポロ着てる、はい、この服どこで買ったんやろ。これアムーダーズには売ってないですか、うん、これは売ってないんで、はい、どこで買ったんかな、まあ、雨具屋さんじゃないですかね。いやこんなおしゃれなカッパないやカッパなんかな。おお、これいいやん。こういうのこういうのこういうのレゲエの良さ、はい、このね、この人、はい、レゲエのいいところについて、皆さんはレゲエ好きですか。はい、僕は結構レゲエ好きなんですけども、はい、レゲエのいいところといえばやっぱり曲聴いてると平和な気持ちになれるところです、うん、昨日たまたま自分のフォロワーさんを見てたら、うん、まさかのレゲエの超大御所の両雑歌謡歌さんが僕のことフォローしてくださってて、もうめっちゃ感動して有名な方しました。僕が青春時代一番聴いたレゲエミュージシャンって間違いなく両雑歌謡歌さんなんですよ。ほんまにもうベストでした、ほんまに。で一番好きな楽曲が From Distance という楽曲 で、はい、でこの曲当時 MD に入れて何回も何回も聴いてました、はい、今の若い子に絶対聴いてほしい楽曲で、はい、歌詞が今で言う最高にエモいんですよ、はい、しかも両座スカイウォーカーさんめっちゃ硬くて、はい、君をもう From Distance 裂かれた距離も超えてくレジスタンスっていう歌詞があって、はい、もうレゲエのメロディーのせながらバチバチってインはめていって、はい、このディスタンスでさらにどん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 イン続くんですよね、はい、で残りのそのインの部分コメントに載せておくんでよかったら見てみてください。 From Distance は僕の人生の中で間違いなく一番のレゲエのラブソングなんで絶対皆さん聴いてください。はい、わかりました。僕もめちゃくちゃ熱く語ってはりますやん、はい、この人。けどフロムディスタンスはプシンさんとのコンビですからね、うん、はい、いやそこはもうそこはもうなんか言うたんだよ。いやリョウ君だけが、まあ、プシンも、はい、そうですね、ビッグチューンですよね。ビッグチューンやな、はい、でまあまあこういうさもうレゲエ熱、はい、
熱い人がもうどんどんこんなんやってくれたらいい。あ、そうですね、嬉しいね、はい、これもこんなん見たらりょうくん嬉しいんじゃない、はい、じゃあ次ね、はい、ことぶきくんのこれは切り取りでしょうね、香水のあのカバーのやつやな、はい、YouTube で企画、はい、僕のヒーローアカデミーでラップしてみたやって。ラップ、ラップですね。ラップやのになんでレゲエのとこ乗ってんの。え、たまにあるんですけど、うん、レゲエとヒップホップが一緒っていう概念の人も多いんで。ああ、そうなん。 TikTok で結構ヒップホップやのにレゲエタグがついてたり、うん、レゲエのビートでも逆にヒップホップタグしかついてなかったり。ああ、なるほどなるほど、分からんねん。聞いてみないとちょっと分かんない。じゃあちょっと聞きますわ、はい、ちょっと待って、もういきなりだってチェホンや。そうですね、今のインパクト。そうで、インパクトですね。なんかそうやな、はい、ちょっと多分どう違うかとかが分からないのかな、はい、一般の方分からんけど、はい、この人がこういう何のあれでこれをあげたんかな、はい、じゃあこのサムネは正しく訂正するとしたら、ちょっと一回見な、分からん。あ、そうです、ね、一回見ます、はい。チェホンかませー、悪とバトルする正義のヒーロー、強くなってく一歩一歩、ヒロムと正ヒーロー。まあでもラップっちゃラップやな。無力な人気は際だ、オラオラいかつい爆豪、ちょっぴり不器用、誰より持ってる覚悟、クールで冷静の場所、こっち DJ っぽいな。時に熱くなると思うよ、平和の象徴オールマイト、よ民の命誇り背負うファイト、対する美談をしがらきと村町は大混乱、走る緊張感、どっちに吠える勝利の女神、友情と勝利の鍵、白旗上げずに咲かせ人はな、まだ知らない人いるべき夜明け、僕のヒーローアカデミア。まあはい、この動画見て思うこと一つ、はい、僕も見てますよヒロアカ。そっちそっちの感想っすか。いや俺も見てるでヒロアカ。見てますか、はい、めっちゃ見てますよ。じゃあ最後一個ぐらいにしときます、はい、レゲエ歌ってみた、はい、歌ってもらいましょう。これはちょっと気になるでしょう、はい、行ってみましょう。やってもないのにできやしないとか言いたくないからやるしかないよ。心に音楽の力をいつも感じてまいろ。まあレゲエ歌ってみたっていうか、レイを歌ってみたってことやな。そうですね、僕らもやりますかこれ。何を歌ってみた。俺らも歌ってみた、はいはい、じゃあ今度歌ってみたやったやん。お前もやりますか、うん、何歌いましょうか。ボンテキラ。パッとは覚えるところから始めなぞ。いけるかな。という感じで、はい、まあ、レゲエタグでは、はい、結構なんかこういろいろ注目されてるのがあるってことですね、はい、すごいですね。これまた楽曲とかユーザーとか動画で見たらまたいろいろあるんですけど、ハッシュタグで見ても多分いろいろあるんですよ、はい、多分面白いの多分いっぱいあるはずなんですけど、はい、まあ今日は、はい、注目で、はい、見てみました、レゲエのね、はい、まあ、これが今 TikTok で注目されてるレゲエ動画ってことなの、はい、なるほど、まあ、何個見たか分かりませんけども、はい、まあ、またやってやれよみたいな、はい、いうのがあれば、おすすめのこのワードとかね。何がここの レゲエじゃ、レッドスパイダーとかで今度見てみる。はいはい、うわすっごいの出てきそうやけどな。なんかいや、そっちの方が楽しいじゃないですか。ないとか、ないとか動画上がってないとか、ないとかね。逆にマットンさんで、マットンで調べてみるとか、一回今見てみる。マットンで、マットンさん、あるやん、あるやん、まあ、見てみようよ。あるやんマットン。そらあるでしょ。あ、これ見てみようや。ダイナマイトチャレンジってやってたな。ジュニア君忘れてるわ。これ見ようや。僕らわしづかみにする心、オールドルーキー腕の見せ所、ダイナマイダダダダダイナマイダダダダダダダイナマイダイナマイダダダダイナマイダイナマイダダダダダダダイナマイ、わしづかみにする心。久しぶりにマットンさん登場しましたね。でもちょうどこの曲今ぐらいじゃん。そうですね、そうですわ。寒かったもん、シャンプーした時とか。ちょうど1年ぐらい前ですね。そうです、そうです、そうです。面白、はい、はい、ということで、まあ、はい、まあ、回ればやりましょう、また、はい、やりましょう、はい、ということで今日は、はい、TikTok で注目されてるレゲエ、はい、特集でした、はい、はい、ではまたしまーす。さよなら。